フレデリック・ショパンの野草曲、全21曲は、作者が20歳の時から晩年に至るまでほぼ均等に創作されている。ほとんどが三部形式で、明瞭な中間部を持つものか、ロンド形式のものかに分けられる。ノクターンの語源は、ラテン語で夜を指すノックスから派生し、修道院などで行われる番頭のことを示す。ひいては夜の木想。 瞑想などの意味に転化したものと考えられる。宗教作品としての番頭はモンテベルディからラフマニノフまで壮大な作品が存在する。また、貴族の夜会で奏される音楽に乗っ取るのがあり、ルネサンスから古典派にかけてセレナードと同様の機械音楽として存在した。この個人の瞑想とサロン文化が結びついて、このジャンルが形成されたと思われる。 ピアノ独奏曲としてのノクターンはアイルランド出身のジョン・フィールドに始まる。ショパンはワルシャワ時代にすでにフィールドの作品に接したものと考えられている。フィールドのノクターンは基本的にアルペジョの伴奏の上に歌曲風のメロディが歌われるという単純なもので、ベルカント商法をピアノ音楽で表現することに常時、デビュー当初サロン向けの音楽を作る。 必要のあったショパンにとって、うってつけの楽曲形式であったと言えよう。また18世紀後半から増えたアマチュア演奏家の需要にも応えながら、芸術的な深みを持ち合わせた作品として、現在でも不動の人気を持っている。ノクターンの作曲は、ショパンの作曲時期全般にわたっているため、作品ごとに作風の変遷を見て取ることもでき、ショパン研究には欠かせないものとなっている。 初期のノクターンはフィールドの影響が色濃く残されているが時代が下るに従って作曲技法が進化しショパン独特の境地へと発展していく様子がうかがえる。後世の作曲家に対してもガブリエル・ホーレラに与えた影響は大きい。ありがとうございます。